吉田さんお疲れ様です。なんかその職場でね、時間泥棒っていう概念がありまして、まあ、例えばこうタバコを吸うとかね、それから携帯で個人的なメールをね確認するとかね、なんか全部時間泥棒という概念だったと思います。まあ、確かにその勤め人っていうか、例えば正社員っていうのは勤務時間が拘束時間じゃなくって、正社員の契約そのものが拘束時間なんで、365日24時間いつでも自分の時間のようであり、会社の時間のために使っているっていうことだと思うんですよね。まあ、そうなってくると、まあ家に帰ってもね、結局は急な呼び出しってあるわけですから、まあ、拘束を受けるわけですよね。休日でも、まあ、仕事のメールを見たりとか、それから職場で取りこぼした資料とかを確認しなくちゃいけなかったりとか、次の出社日までやってこいよっていうのは結構あるわけですよね。でね、そのなんか麻雀店の話をねたまに出すじゃないですか。だから下せんなと思うのが、麻雀好きで麻雀に勤めてるのに、なんか全然ね、その麻雀の勉強できてないんですよね。下手なまんまというかね。まあお客さんは全然いいんですよ、下手で。それに助けられてるところがあるんじゃないかなと思いますけども、スタッフって誰一人ね上達しないんですよね。まあ、むしろなんか退化してるのかな。なんかその趣味で来ているお客さんとゴボゴボでやって、なんかいい気になってるみたいなね。まあ、そんなところがあるかな。あとね、その時間泥棒を今離れて、まあ、こうやって個人でやってるわけじゃないですか。なんか世の中にね、余った時間がたくさんあるなって誰を見ても思いますね。これもったいねえなとかね、なんでこれなんか使わないでいるんだろうとかね、全部くれみたいなねこっちがね時間を泥棒したいぐらいの気持ちですよね。はい、まあ1分1秒全部時は金なり、まあ、そんな感じじゃないですか。じゃあまた明日、いってらっしゃい。